せいたしました。それではただいまから市長定例記者会見を始めます。まず市長からお願いいたします。はい、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。高田城址公園の観光化についてですね、今年は非常に春を象徴する第97回高田城址公園観音会が17日に閉幕いたしました。近年の開会の早まりを受け、今回初めて会期を3月に前倒し、3月26日に開幕いたしました。前半は気温が低く、4月7日に開花となったことから予定していた会期を1週間延長したところであり、23日間で昨年の2倍となる約40万人の方々からご来場いただきました。4月9日と10日には聖志向50周年を記念し、雲一つない青空と満開に咲き誇る桜の中、航空自衛隊のブルーインパルスの展示飛行が行われました。高田城址公園の桜と青空に咲いたスモークの桜の共演が繰り広げられ、市内外からお越しいただいた多くの皆さんから、感動を心に刻んでいただくことができたものと思っております。市民の皆さんや関係者の皆さんからも、会場内における新型コロナウイルス感染対策にご協力いただき、心より感謝と御礼を申し上げます。さて、新たな体制で迎えた令和4年度も間もなく1ヶ月を経過しようとしています。この間、私の公約に基づく8つのプロジェクトと人事改革プロジェクトにつきまして、4月6日の通年観光プロジェクトを皮切りに、職員とともにキックオフミーティングを行いました。プロジェクトに関係する各課の取り組みの現状や課題を確認するとともに、私の考え方を伝え、プロジェクトの方向性について共有し、具体的な事業内容、スケジュールの検討を進めたところであります。イベントには時間を要するものもありますが、力を結集し、令和5年度予算への反映を目指してまいりたいと考えております。このほか、第7次上越市総合計画をはじめとする主要計画の策定をはじめ、新年度予算に盛り込んだ施策、事業を職員一丸となって着実に実施してまいります。また引き続き現場主義を実践し、移動視聴室や対話集会の開催を通じて、地域や関係者の皆さんの声を丁寧にお聞きしてまいりたいと考えておりますので、ぜひ多くの皆さんからお話をお運びいただき、ご意見等を頂戴したいと思っております。なお、現在国では物価高騰を受けて、中小企業支援や生活困窮者支援に向けた緊急対策の検討を進めていることから、各部局に情報収集と具体的な国の動きがあった際には迅速に対応ができるよう準備を進めることを指示したところであります。次に、新型コロナウイルスに関してであります。当市における感染状況につきましては、1週間の新規感染者数を見ますと、4月10日から16日までの週が329人と過去最多となり、現在も感染者数は高止まりの状態で、減少傾向が見えない状態が続いております。また保育園児や小中学生の感染も散見されるなど、お子さんたちのにも感染が広がっており、家庭内での感染につながるケースも見受けられる状況にあります。4月20日に開催した新型コロナウイルス感染症対策専門会議において、引き続き基本的な感染対策、特に家庭内でも手洗いや換気の徹底などの取り組みが重要であると、改めて確認したところであり、今週末からゴールデンウィークを迎えるにあたっては、人と会う機会や
飲食を伴う機会も多くなると考えられますことから、さまざまな面でマスクの着用、手指の消毒、3密の回避など基本的な感染対策を徹底していただきますよう重ねてお願い申し上げます。最後に、先週19日の高田本町商店街の若手商業者との意見交換会におきまして、中心市街地の商店街の方々に、私の中にある商店街に対する危機感と、頑張っている方々への期待をお伝えしようとしたところ、真意がうまく伝わらなかったところがございます。誤解を与えた部分についてはお詫びを申し上げます。今後も商店街の活性化に向けて関係者の皆様と直接話し合いを重ね、協力しながら進んでまいりたいと考えております。私からは以上であります。